甘いわね。よし、行こうか。やれやれ。ああ、油断しないで。言われなくても、さらに撃ち込まれる。終わりよ。嘘つ申し、避けてよ。傷を治すわ。天空の血よ、ファーストエイド。突進は私が止める。お願い、サラ。終わりよ。炎よ、アギカオス。炎よ、いただき。行くわよ。さらに撃ち込む。撃たせ。止める。気に入ってもらえて何より。いいのかしらこれ。
射しないわよ。マグナレイのさばき、そこやれるわ。どうだガリエーテ、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 ピンときたぜ。飛んでいる相手なら任せなさい。こう飛ばれるとやりつかなくて仕方ねえ。シオ、頼めるか。ええ、任せて。落ちて、そのまま攻撃頼むぜ。射線に入ると危ないわよ。言って、レオン、ここに今度見せてあげるわ。炎よ、ちょっと興味ある。行くわよ。その前に誰にも今だよ。後で使うね。うんうん、いい感じ。よえ、今見えただろ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。わかった。わからないけど、すごいな。え？だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど、リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか。うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ。それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。何？ああ、さて、わかった。先を急ぐわよ。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って、爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に
強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから、うん、せいぜい死なないように気をつけるよ。時々敵にもあなたのように寸出のところでこちらの攻撃を見切って避けるのがいますね。厄介だよな。あっちが攻撃してきた時に打ち込めば当たるけど、そうじゃないと大抵避けられちまう。避けられないようにしたいということなら手がないでもない。見切り合戦でもするのか。私は少しばかり地に属するものを従えることができる。大地を覆い根を張る者たち、彼らが速やかに敵の足を縛り砕くだろう。あ、地面から植物を生やして敵を絡め取るということだと思う。多分よくわかるな。けど避けるやつが出たらとにかくティオハリムを頼れってことだな。承知した。微力を尽くそう。さっさと片付けましょう。炎鎖炎よ、囚人なる熱を撃て。撃たせ。どういうことに。任せてくれ。炎よ、この手をマグナル切らせるみたい。終わりを求めて当てないよ。飛ぶ相手は近づけ。おっと、いけるぞ。守りが固いな。マグナル、これで終わりだ。その調子で続けて。ああ決めてやる。私も援護するわ。さらに打ち込む。分かって止まる。簡単気圧マグナル精霊術か。ならまた来た。妨害を頼む。さらに炎よ、治癒の実用。今だよ。ファーストエイド。傷を治すわ。悪心を奪う。ファーストエイド。どうを見ているとわからなくなるよ。マグナル、なんだって深く考えなくていいのかな。さらに打ち込む。目の前のやつを殴ったできんだ。今だよ。炎と心相手は悪くこれで終わりだ。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。ここは戦いやすそうだ。キサラ大きいもんね。盾のことだよな。突破するぞ。インテリータンタンキラマグナレイン。キラ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 ないから。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その先に分かった。あの突進ありがとう。悲鳴書。もう無理はできないわ。あ、気をつけろ。こっちは終わりよ。マグナル準備完了。相手も術を使うか。こっちは私に任せて。マグナル相変わらずの手際に。そうか、変わってないのか。ま、前から良かったってことも。シオンに気を使わせるなんて。勝てたか。頼めるか。任せて。エンハ爆体験。
当てる。効果爆発。やめた。炎よ、突進は私が止める。お願い、サラ。マグナレイ。早くの前やれるわ。このもとマグナレイ。どうやって。マグナレイ。どうか進化させよう。さらに俺の進化だ。このもとにマグナレイ。切り開く。はっ、炎症開。これでみんなの力になれるかな。攻撃あるのみ。闇に沈みなさい。火の精霊術よ。ファーストライク。もらった。終わりよ。まとめて回復するわよ。上発しろ。ハートレス火の精霊術。回復ありがとう。無理はしないでね。シオンもだよ。闇に沈みなさい。任せたまえ。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。なんだろうこれ。武具が見つかったわ。ちょっと見せてくれ。サクッと蹴散らしてやろう。終わりよ。画力火の精霊術よ。バーンストライク。画力闇に沈みなさい。空中で叩くのは見たことない。こうも飛び回られてはな。分かってる。進化した。私が落とす。闇に沈みなさい。今だよ。俺たち最強じゃねえか。強いよね。アルゲンとか。俺はピノやれるわ。バーンストライク。もっと力が必要ね。これで大丈夫。やれるぞ。吐きたないわ。水のたけり。よくわかった。イヌトロ。片付いてきな。残りは俺に任せろ。もう急に元気出てきた。今だよ。
引きを張る。姫様へ。あっ、あっ、もらった闇に沈みなさい。宿ってやれるぜ。うっ、本王選手バラバラにしてやる。そこ、ガリオくん、そこ、子供に任せて。なんとかなったな。この先どんな出会いが。やるしかない。闇に光を照らす聖なるきらめき。これで大丈夫。そっち狙われてない。あっ、さとめ絡めとる。ハートレスサークル。どうなったらあんな腕守って倒れてからじゃ遅いのに。ありがとう。フラビタスレギオン。なんて速さだ。その足私が絡めとろう。入れスロード簡単いけるぞ。聖なるきらめき。ホーリーランス。おりゃあ、里目レンガ弾なえるわ。先行天雷の届き。闇に沈みなさい。簡単一人でいけそうな勢いだな。なら譲りません。そのままお願いします。今だよ。勝てたか。カズカ、この前取っておいた野草が大丈夫よ。敵の気配はないな。やるしかない。早瀬の前やらせないよ。万逆今だらけ。まるで回復するわよ。今若葉を奪ったな。着いた。恐竜さん燃えろ。怒ってるとが弱点だよ。来るなら来い。バラバラにしてやる。魔神拳負けてられない。そこラスブリッジ。闇に沼る。わけには。後で使うね。クライナー任せたまえ。ハトレッジ。取れちまった。まとめて回復するわよ。死の力から呼び戻す。自由の限りはあるのよ。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。闇に沈みなさい。フラビタスレギオン。みんなあとちょっとだよ。おい、サクッと蹴りつけようぜ。あ、ローは少しも気を抜かない。なんで俺だけ。そのまま攻撃頼むぜ。射線に入ると危ないわよ。もう反撃は。これでみんなの力になれるかな。からに強そうなやつだね。怪我では済まなそうだな。何かしら。
で再び闇に沈みなさい。おレンガ弾、私が止めるよ。交流でやらせない。お前ら行くわよ。追破、闇に沈みなさい。エンジンを刻む。行くわよ。もらった。宿して、俺の真骨頂。こっから出せ。行くわよ。終わりよ。帰れ。そこ、子供だ。傷を負ったらすぐに行って。ベクタタク、闇に沈みなさい。おい、いるな。レアスナット、いけるわ。中央に行くことない。ビーダハッタ、攻撃を引き受けるぞ。ベクタタク、いけるぞ。クラビタスレギオ、俺が防御を崩す。ようやく出番だね。他にもいろいろできるし。ここがレンガ弾。脇には光の剣。裏ビタスレギオ、闇に沈みなさい。ロンドセンブ、裏ビタスレギオ、手の前宿り。闇に沈みなさい。闇に沈みなさい。火の精霊術よ、バーストライク。風神剣、避けろ。やれるぞ。フラビタスレギオ、やらせない。一度出直すべきかもしれない。なさそうな相手だな。闇に沈みなさい。足止めは任せたまえ。なあ、こっちを温めとくぜ。片付いてきたな。残りは俺に任せろ。ノーアルデンジ。これで終わりだ。その調子で続けて。あ、決めてやる。私も援護するわ。行くわよ。行けろ。銃が手に馴染んできた。もう一つ持ってみたらどうだ。いや、それはかっこいいな。かっこよさはいらないわ。新しい武具か。さあ行くぞ。フラビタスレギオ、フラビタスレギオ、いけるわ。アンディールハッサー、聖なるひらめき、ホーリーランプ、ディスプロード。俺の真骨頂、外さないわ。ミーナハッサー、今だよ。行くわよ。もらった。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。
休みしないか。早速変えようかしら。もうちょっと本読みたいな。87、88、89。あ、やべ、なんだ敵の襲撃か。あ、悪い悪い、怪我しなかったか。ロウ、何をやっているの。何って鍛錬だよ。いい重さの石があったから腕にくくりつけてたんだけど、固定が甘かったみたいで吹っ飛ばしちまった。重りをつけた鍛錬、また無茶するな。俺鍛えてないと落ち着かなくてさ。そういえばこの前野営した時も延々と技の型を練習していたよね。筋肉を鍛えたところで型の練習をして仕上がり具合を確かめる、その瞬間がワクワクするんだ。暴れ足りないだけなんじゃないの。あまり無理して体を痛めるなよ。だいたいローは今のままでも十分強いじゃないか。まだまださ、この先どんな敵と出くわすかもわからないんだし、いくら鍛えたって損はないだろ。それに俺はあんたを超えるくらい強くなりたいんだ。そうか、なら俺も負けていられないな。剣に重りをつけて素振りでもしてみるか。ちょっとアルフェン、なるほど、これは効くだろ？だろ？せっかくだ、この石をつけたまま試合ってのはどうだ。お、乗ったぜその勝負。ちょっと待ってくれよな。よし、準備できた、行くぜ。あっ、せい、のまだまだ。片付けは二人でやりなさいよ。はい、はい、食後の運動といこうか。
破するぞ。見えた。ガリオン剣に任せてくれ。闇叩き潰す。私の手が必要か。見える。フラビタ。狙うは弱点だ。闇に沈みなさい。切り裂け。防御爆撃。このまま消える。火の精霊術よ。これで魔神剣。魔神剣だけだ。レンガだ。ここまでだ。天雷の魔神剣。三匹剣。肩よしよ。治癒術は任せておいて。私のは壊すばっかりだからな。闇に沈みなさい。マジ燃えろ。フラルタ飛ぶ相手を任せて。闇に沈みなさい。火の精霊術よ。ま、攻撃を引き受けるぞ。昇竜殺フレンジの剣ハートレッサー。闇を沈みなさい。闇に沈みなさい。ミールハッサぶっ壊すぞ。やるじゃん。どうも向かって後で使うね。よっと動きを打ち手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 レンガだ。ハートレスターよ。超レンガだ。噴水の盾に。うっ。さらに打ち込めるぞ。昇竜と見えつけどっなら任せて。行くよ。もらった。まだまだ行けるぜ。倒れろ。行くよ。うっ。やれるわ。とどめだ。アルくん、これで終わりだ。一進一退といったところか。焦ることはない。剣術に行こう。あがくがいい。闇に沈みなさい。勝負だ。相手は動きだよ。リードハイト画力。燃えな。水波レンガ弾。また強くなったぜ。
なあ。ええ、うん、さて、うん、うん、なあ、なんと、よし、行くぞ。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな詠唱。あれはその、なんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力とは話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。なあ、精霊力と会話できるんなら、明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレード！あっぶね！何すんだよ！うるさい奴がいるところに雷を落としました。なあ、ティオハリムのあれってどういう技なんだ？あれではわからんな。どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、話しかけた相手が隙だらけになることがあるだろ。何のことかわかりかねるが。あれは垂らし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。あ、でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ？俺も気になるな。何か特別な修行があるのか？そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ。他意はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね。そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。なあ、たまにはあっちの道を進んでみないか？道ってどこに道があるんだよ。道は道でも獣道のように見える。どこに繋がっているか分かっているのか？俺の勘では橋だと思う。フルル？フルルが違うって。そうかな、方角的には合ってると思うんだが。街道が必ず安全というわけではないが、あえて道なき道を選びたがるのは何なのだろうな。挑戦なのかしら。時々とんでもない場所を通ろうとするわよね。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、なんかすげえ楽しそうだったな、あの時。アルフェンって道案内には不向きだよね。なあ、あっちの道。どうしたものかしら。わざわざ遭難の危険に挑まずとも、挑まなければならない問題には事欠かないはずだが。このまま街道に沿って進むのが良さそうですね。おい、
俺は壁を壊す。ふるるかしら。突破するぞ。ベゲタをなめなさい。ハーダーパークルエアスラスト。マグロマグナレイ。死になっちゃない。クレート燃えろ。決めたよ。そうだ。先行か。そうだ。やるじゃん。立たせ。突進相手は任せろ。止める。ガリオク、ガリノス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 、ガリ決めて。本当よ、頼りにしてる。これでみんなの力になれるかな。雰囲気が変わった。油断するな。さっさと片付けましょう。マグナレイ全乱を飛ばさせないから。そこ行け。終わりよ。サンダーブレード行くよ。ジャンプ。ホーリーランス。じゃあ空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。わかった。貫け！本王撤去！もう敵はいないようだな。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。こいつは骨が折れそうだぜ。協力して戦うぞ。やらせない。そっちが悪いわ。大ぶりな虫なんて。やれるわ。弱点を狙いましょう。氷ランス。また勝利。止める。味方しよう。絡めとる。クリフォー。やらせないよ。バラバラにしてやる。もう無理はできないわ。気をつけよう。こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。わかった、任せたぞ。行くわよ。行くよ。光よ。ここで決めてやる。止める。そこまでだ。やれるぜ。俺の真骨だ。いけるぞ。これで終わりだ。ジベタを舐めなさい。まだ倒れぬか。ですが確実に追い詰めています。反対光を。まあ俺がバッテリー出さない。奪っちゃうぞ。また勝利。泣き払う。光を貫け。いい調子。ホーリーランス。相手は本気だよ。集
して。火が吹いたよ。片っ端からやるしかねえ。止まれた。抜くよ。インテリーカムマグナレイ。インテリーカムマグナレイ。天然のサバキ。アンダーブレイド。ドドド。天然のサバキ。仕掛けてくるぞ。気をつけて。バラバラにしてやる。行くよ。光よ。地べたをなめなさい。はったないわ。火の精霊術を簡単に焼く。聖なる火の精霊。もう遠くそうだよ。あなたの活躍があってこそよ。あと少し頑張ろう。癒されるとエンサを刻む囚人なるレッグクロスブレード。エンサを刻む囚人なるレッグクロスブレード。あ、攻撃を引き受けるぞ。闇に沈み当たる。任せたまえ。また省略。逃がさない。相手は本気だよ。注意して。ここどうもらった光よ。炎よ。火の精霊。危機的状況ね。私たち終わりなの。臆したら本当に終わりよ。悪心を奪っていかそう。許さねえ。まだ行けそうか。ああ、問題ないぞ。また敵が来たよ。おいおい、やめえぞ。落ち着けろ。おお、落ち着いてるって。慌てるな、活路を見出そう。来なさい、爆破してあげるわ。悪心を奪いかけない。フリーズランサーと。さあ、それでかくる。また勝利。休ませてくれねえな。何か不満でも。飛ぶ相手は任せて。傷を治す。私に任せて。アンタンティラまとめて回復するわよ。仲間を奪った。死の振り返り。俺の真骨頂。毒だ。死の力を任せろ。暗いな。向かって死の力を。どんどんセーフ。あがくがいい。レンガだ。魔王エミさん。死の力を。フリーズランサー。エンサを刻む囚人なるレッグクロスブレイド。あの世界攻撃コーリーランス。とやれ。はい、私やれるぞ。と燃えろ。やったよ。今が攻め時ね。アンタンキラシーナルひらめき。なら私が妨害を頼む。
倒れてきたら遅いんだ。ありがとう。光の力を下ろせ。逃がさない。やれるよ。明日君を奪って極端の戦いじゃないから。よし、今のうちに仕留める。これで終わりだ。手ごわいな。相手も同じことを思っているはず。身を奪っていかに強烈。フリーズランサー、相手は本気だよ。注意して。また強烈フリーズランサー。はっ、続けと。なんか来るよ。みんな唱えるんだ。アクシーを奪っていかに強烈。蹴落されるな。皆がついている。準備完了。クロスブレイド、勝烈。